はい、どうも、シャチクです。まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、ぜひこの機会にチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、今日もね、あつ森やっていきたいわけなんですけど、今日はね、マイルを使ってあるものを手に入れ、アイテム欄の枠を増やしたいと思います。今だと20個しか枠がないと思うんですよ。ただですね、そのアイテムを使うことによって、なんと、30個までアイテムを保有することができるんですよ。これね、かなりでかいですよね。20個ってどう考えても少ないもん。素材と、なんかね、道具だけでいっぱいになっちゃいますからね。はい、ということでやっていきましょうか。本日はですね、こちらのタヌポートを使って、あるアイテムをゲットしていきたいと思います。で、マイルもね、結構溜まってるんですよ。11,460 っていうところで、これをね、使って、ちょっと、やっていきたいと思います。で、ポケット整頓テクニックっていうものなんですけど、ちょっとね、それを購入する前にいろいろ見させてくれ。あー、なるほどね、こういうものもあるのか。あー、2000とか3000とか。あ、5000のものもあるんか。ヒーローロボ5000なんだ。なるほどね。いやー、マイル稼ぎもしないといけないですね。全然マイルないからさ。まあ、10万マイルぐらいあったら、割とね、結構、いろんなものを買うことできるんですけど、ちょっとね、買えないからな。まあ、買えないというか、交換か。交換することできませんからね。まずはちょっと、お気に入りリングの方を、まず、交換していきたいと思います。このお気に入りリングも相当重要なアイテムですからね。さあ、道具スッキリお気に入りリングというところで、プリントが完了しました。なんか、ローソンみたいやな。ローソンのロッピーみたいじゃない?初めて使ったんだけど。ふむふむ、なるほど、納得。それだけで覚えたの早くない?なんかポケモンで言う技マシン的な感じか。なんか早すぎでしょっていう、そんな簡単にわかるもんな。まあいいや、続いて、ポケット整頓テクニックを交換していきたいと思います。これを使うことによって、今までアイテム枠が20個しかなかったと思うんですけど、これをね、30個に増やすことができます。これはね、皆さん、まだ交換されてない方がおられましたら、ぜひね、交換しておいた方がいいですよ。かなり使えるんでね。ふむふむ。なるほど、納得っていうことで、これで、20個から30個になりましたね。いやー、これでかなり助かるわ。10個枠増えるだけでめっちゃでかいからな。オッケー、来たー来たー、やったぜ。いや、これでね、だいぶ動きやすくなりますね。あとは離島にも行きやすくなりました。そういえば、離島ツアーで思い出したんですけど、恩島って、やっぱり今回なさそうですよね。なぜかというと、まだ誰も動画出してないっていうところと、あと情報が全く出回ってないから、まあ、恩島はデフォルトで存在しないんじゃないかなと、その疑いがかなり強まりましたよね。もしあるとすれば、誰かしらがもうやっててもおかしくないもんね。ただ現時点で誰もやってないってことは多分ないんだろうね。まあ前々から言われてましたけど、ちょっとこれでね、確定してしまうのは悲しいなと思いました。いや、オンジマ生放送今までよくやってたからな。それをね、できなくなると思うとやっぱり思うのありますよね。はい、まあそういったところでやっていきましょうか。まあもしかするとね、アプデとかでオンジマが追加される可能性もありますから、それに期待しときましょう。追加されねえかな。追加されてくれたら本当に助かるんだけど、なかなか難しいのかな。はい、ということで、素材を集めていきましょうか。たださ、恩島が追加されたら絶対人で溢れ返るよね。あと、クレクレチュも湧くし、ただ、平和に遊びたいんだったら、恩島やっぱいらないかな。どうなんだろう。まあ、個人的には好きなんだけど、ただ、まあ、治安が絶対悪くなるから、そう考えるとちょっと、それはそれで、なんとも言えないところですね。あとね、もう一つ気になることがあって、結局ね、ツアーとかもなさそうですよね。まあ、まだそこに関しては情報が出回ってないのでわからないんですけど、今後ね、確認していきたいと思います。そして、ブロッコリー、丸太のラウンドテーブル。あ、そうなんだ。僕が作ったんだ。マジか、ブロッコリーが作ってくれたんだ。ありがとう。なんかさ、住民からアイテムもらったの、これ初めてかもしれない。これはマジでありがたすぎるわ。とりあえずね、最初ってか、初めてもらったものなので、飾っときましょうか。なんだっけ。あ、これか、プレゼント。あげてみる?おお、丸太のラウンドテーブル。
じゃあこれをね、どこら辺に置こうかな。あ、ここら辺でいいか。この辺に飾る。あ、ダメなんだ。ここどう？あー、結構でかいんだね。まあ、とりあえずこれをね、飾っとこうと思います。それと同時にですね、今、島整備もちょこっとね、やっておりまして、今ね、案内所周辺をね、頑張って発展させてるんですよ。まあ見ていただいたらわかると思うんですけど、結構発展してませんか。まあそういったところで今頑張ってます。で、ここら辺はね、都市開発地域なので、ちょっと木をね、撤去していきたいと思ってます。まあ果物の木も含めて撤去かな。だからまずはね、果物をどん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 取っていきましょうか。さあ、オレンジを取っていく。で、木をね、ここら辺全部撤去したいな。で、撤去して、まあ、施設を建てたりとか、あとは家具とかをね、置いておしゃれにしたいんですよ。とりあえず今日はプチ島整備をやっていきたいと思います。で、フルーツを食べていきたいんですが、これさ、一個ずつ食べないといけないのが結構手間だよね。全部一気に食べるとか無理なんかな。いや、それはちょっと難しいか。全部一気に食べるはさすがにちょっと難しそうだよね。だって一個一個さ、丁寧にこうやって食べてるわけだから、10個いっぺんにはさすがに無理か。たださ、主人公お腹大丈夫か。これこんなにオレンジばっか食べてお腹壊しそうじゃない。まあそういったね、現実的な疑問はさておき、オレンジを全部食べきって、で、木をね、どん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 撤去していきたいと思います。とりあえずですね、案内所周辺を発展させて、で、川をまたいで向こうの方にも土地があるので、そこを中心に果樹園を作っていきたいと思います。とりあえずそんな感じでいいかな。だからまあ、ここら辺にある木は全部覗いていきたい。てかさ、改めて思うと結構これすごいよね。スコップで木をすくって自分の懐に入れると、どうなってんのこれ。4次元ポケットか。完全にこれドラえもんですね。もう何でもしまえるし何でも出せちゃうみたいな。で、ここも撤去して平地にしましょうか。で、ここも撤去して、お、だいぶスッキリしたんじゃないこれ。穴だらけだけど。さあ、スッキリさせていく。で、ここもやりましょうか。個人的にはやっぱり固めた方がいいかなと思っていて、まあ、住宅街は住宅街で、施設は施設で、果樹園は果樹園みたいな感じで、どん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 まとめていった方がやっぱりね、見え方も綺麗ですから、そんな感じでやっていきたいですね。で、とりあえずここら辺に木を植えまくっとくか。ここはね、とりあえず仮で木を置いとこうと思います。まあ別にこんなにいらないから売っちゃってもいいんだけどね。まあ売っちゃうか、これどうしよう。で、上側の方を果樹園にしようかな。まあ、まだね、ちょっと考えてないんですけど、ちょっとね、そこも含めていろいろね、島の構想を練っていかないといけないですね。まあ、言ってもさ、まだ仮の状態だから、まあ、島クリエイターツールが手に入ったら本格的にやろうかなと今のところは考えてます。結局さ、島クリエイターツールが手に入らないともう何もできませんからね。本当に島整備今してても、結局なんかそれって現時点でのものになっちゃうから、またどうせね、大幅に変えることになりますからね。はい、ということで、たぬき商店に行きましょうか。そういえばさ、たぬき商店でどうやってグレードアップさせるんだろう。おそらく今作もデパートまで行けるんじゃないかなと思ってるんですけど、これってグレードアップさせるにはやっぱりたぬき商店でいろんなものを買わないといけないんかな。飛び盛りの時はたくさんものを買ったら、どん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 たぬき商店が発展していったじゃないですか。多分今回もね、同じような感じじゃないかなと予想してるんですけど、まだね、お金に余裕ないからそこまでね、着手できてませんね。とりあえず今やらないといけないこととしましては、お金稼ぎしつつ、島整備もしつつ、素材集めもしつつ、で、住民のアイテムしつつ、で、タヌキチと会話しつつみたいな、もう本当にね、もうあらゆることやらないといけないから本当に大変だわ。全てを並行してやるみたいな。はい、ということで今日の動画この辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、ぜひこの機会にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。これからもアツモリの実況をやっていきますので、ぜひね、過去動画も含めて見ていただければなと思います。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。